こんにちは、ゆうたです。今日はですね、ちょっとね、質問がよく来てたことがあったんで、それにお答えしようと思います。記憶的散策って撮影機材何使ってんのっていう、なんか意外に来るんですよ。まあ、多分僕らの視聴者の方ってクリエイターの方とかね、ちょっとマニアックな方とか、そういった方が多いと思うので、今回は、僕らが普段使っている撮影機材っていうものをちょっと紹介していこうかなと思います。で、それこそね、僕らみたいに YouTuber として、 YouTuber じゃない、俺はYouTuber じゃない、YouTube の活動をね、これからしていく方とか、そういった方々のなんか参考になればいいなということで、結構ね、安い機材から高い機材までいろいろあるかな。でも結構最近はかなり予算を抑えながら撮影機材は購入したりしているので、参考になる方多いのではないかなと思います。ということで、じゃあちょっと機材持ってきます。えいしょ。つか、今日この格好でこのバッグが絶対合わないわ。最近は、ごめんなさい、こちらが最新の僕らの撮影機材でございます。この中に入ってるんで、ちょっと開けていきたいと思います。で、まずこのバッグからかな。で、このバッグはウェックスレイっていうバッグです。はい。で、トラベルバッグなんですけど、45リットルぐらい入るんですよ、このバッグ。で、最近、今までスーツケースで移動とかもしてたんですけど、単純にちょっと飽きてきたなっていうので、ちょっと気分転換に最近は撮影バッグはこっちに変えたりしてます。はい。というわけで、ちょっと早速中開けていきますか。はい、よいしょ。はい、という感じでこのバッグの中身をちょっといろいろ紹介していこうかなと思います。はい。まずこちらのバッグが、ちょっとね、さっき紹介も軽くしたんですが、3層になっててね、こことここと、ここに機材が入るようになってるんですよね。ほんとすごいですよね。で、第1層目から開けますか。重い。まずここに、そうですね、ここは適当に、まずじゃあマイク、今ちょっとマイク使ってるんで1個しか入ってないんですけど、これ普段使ってるやつ、マイク、これはルームの時に基本使ってます。で、これはワイヤレスマイクなんで、2人同時にワイヤレスで、音声を録音できるという、優れものですね、これは。そうで、これはだいたい少人数で撮影する時はこのマイクを使って撮影をしてます。はい。で、これがライトとかをね、よくつける時に使う三脚って言ったらいいのかな。これなんか ZV-1 とか軽いカメラだと、もうこれで三脚として使えちゃうんですよ。で、基本はなんか最近だと結構こういう感じで、カメラじゃないや、三脚とライトをね、一緒にこうやってつけて、こういう感じでもライトとして使うことが多いです。で、これをルームの時は手持ちライトとして使うみたいな感じで使っております。この辺どこのライトだっけな、ビジュンっていうライトらしいです。これ Amazon で売ってるんで、皆さんも気になったら、これね、こうやってほら、色温度も変えられるんですよ。何気にこれ便利ですよね。はいはいはい。これがライト。あとはモバイルバッテリー。これもね、カメラのバッテリーがなくなっちゃった時、やばくなってきた時とかにカメラにつなぎながら撮影したりしてます。で、これはね、2万ミリアンペアですね。結構 iPhone 5台分ぐらいのかな。これね、一応 PC も充電できるぐらいの出力だった気がする。60何ワットとかじゃないかな。60ワットあるんで、一応 MacBook も充電できます。これでカメラを充電しながら撮影する時もありますよと。こんなもんかな、ここのポケット。あ、誰だ、これね、カラーライト。これね、ちょっとあんま最近ルームの撮影では使わないんですけど、カラーライトってこう、もう色をめちゃめちゃこうやって変えられるんですよ。ちょっと今ピンクっぽいかな。これちょっと白っぽくなったりとか、あとね、ここでいろいろ設定をいじれるんですけど、こういうところをほら変えるとちょっと黄色っぽくしたりとか。で、これで撮影のムードをちょっとここで調整したりします。これはね、あんまりホビーとか
で使うことが多いかな。他のチャンネル最近あんまでも使わなくなってます。ルームとかは特にね、いらないですね。あとはこれ、1円玉。これたまたま入ってたんじゃないですよ。これは三脚とかのね、あのネジとかジンバルのネジでくるくるこうやって回さないといけないんですよ。そう、それの時にいつも使ってるんで、これも後でちょっと登場させようかな。まあこういう感じで、まず第1層目はねこんな感じかな。続いてここ開けますね。ここ重いよな、これ。こんなによくも持ち歩いてるよ。よいしょ、あよいしょ、じゃじゃん。はい、まあここにいろいろまた入ってるわけでなんですけれども、ちょっと順番に紹介をしていこうかなと思います。はい、じゃあまずはレンズ。レンズとりあえずこれは今ちょっとね、あれアルファで撮影しちゃってるんであれなんですけど、これ標準の一手レンズですね。これも写真とかを撮るときに使ってます。はい、でこれがガンマイクで、ガンマイクは大人数で撮影するとき、例えば100、まあ、10人とか極端なんですね、そんぐらい撮影するときはワイヤレスマイクじゃ音を回収しきれないので、このマイクを使って撮影してます。これもねすごい性能がいいマイクなんで、かなり大活躍ですね。やっぱ動画で音っていうのは僕はかなり重要なものだと思ってるので、すごい音はこだわって一応撮影するように最近はしてます。はい、でこれがポーチで、この辺でちょいたびたび出てきてるトイレットペーパーのポーチなんですけど、もう本当にこの中に雑多にね、もうコードが死ぬほど入ってるっていう、コードとかあと SD 系、こういう SD カードとかが、まあ万が一なんか撮影があった時にねなかったらもう困るじゃないですか。そうだから、そういう時に一応予備としても5、6枚は常に持ってます。こういう感じかな。まあこの辺に撮影で必要なコード全部ここに入れてます。でこの辺があれだね、スタビライザーですね。これもたびたび出てきてるんじゃないですか。これは折りたたみのスタビライザーで、モザミニ P というスタビライザーです。めちゃくちゃ便利なんですよこれね。スタビライザーってめっちゃ重いじゃないですか。これでもすごい軽くて、ルームとか特にね、ルームもそうだしトラベルでも僕らは移動して撮影をしてることが多いんで、もうここはめっちゃ重宝してます。これは2万5000円ぐらいだったかな。でこれはここをね、これ今折りたたまれてるんですよ。なんでこうやって解除すると、多分皆さんがちょっと見たことあるかな、スタビライザーの形になります。まあここにカメラをつけて使ってるという感じなんで、これね結構本当にホテル撮影する人とか Vlog に Vlogger におすすめなので、ぜひこのスタビライザー見てみてください。あとはじゃん、 ZV-1。 これもねよく出てきますね。最近 Vlog でよく使ってる人も多いのではないでしょうか。これはソニーから去年に出た、Vlog 専用のカメラ、動画クリエイターのためのカメラです。でこのカメラで最近はルームの移動しながら撮ってる撮影ね、ああいうのもこいつで基本は最近撮影してます。でね本当にこれもすごくて、もちろん 4K でも撮れるし、すごくないですか。もう見えるかなこれ、バリアングルって言って、ディスプレイをねこうやってほらインカメみたいな感じにできるんですよ。そうそうそう、だからこれはすごい重宝してます、自撮りの時とかね。まあ、Vlog 撮影する人とかは必須になってくると思うので、もしね始めたい方はぜひ検討してみてください。でこのまんまじゃあこいつを紹介しましょうか。これが本日撮影してる、やばいこの撮り方、α7-3 です。ちょっとね今使っちゃってるんであれなんですけど、このカメラで基本は撮影をしてます。でこれはまあいつあれだな、写真もそうだし動画も、メインカメラの動画とかはルームのねメインカメラ最初のオープニングとかの動画はこれで撮ってます。でまあ α はね、まあ、なんといっても画素数も高いですし、まあ、レンズもねいろんなレンズが結構使えるんで、で今これはねちょっと今日は広角のレンズで撮影をしてます。そう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 、まあこのカメラ写真を真剣にこれから撮っていきたい方とかは、まあ、使えるカメラだと思うのでぜひ皆さん検討してみてください。で
今ね、どういう状態かっていうと、これちょっと今日の撮影特殊なんですけど、今ライトがあって三脚があるみたいな感じなんですよね。そうそうそう。でこの三脚で、この三脚はどこのやつなんだろう、これこれ確か Amazon で買ったやつなんですけど、 KF コンセプト、ちょっとよくわかんないですね。これでもね1万2万ぐらいで買った三脚で、これのすごいところは、今見ていただければわかるんですけど、これ水平にあの物体を撮影できる、あのよくあのやってるやついるじゃないですか、やってるやつってちょっとやってる人そういるじゃないですか、そうっていう、あの水平に物を撮るあのね撮影技法みたいなのがこの三脚で組めるっていうやつです。なんで今日は真上から多分撮ってる画角になってるんじゃないかなと思います。はい。でこれが撮影用の照明で、これねすっごい安い照明を僕らは買ってます今。まあ予算的な都合もあるんですけど、あのルームとかっていうのは結構撮影でライトを持ち運びしたりするんですよ。で、まあ、持ち運びしやすい、できるだけ軽いライトスタンドっていうのが僕ら結構大事になってくるんで、まあ割と今安いものを使ってます。これも Amazon に売ってると思うので、気になる方はぜひこれを買ってみてください。あとはね、こっち側にあれだね、入ってますね、こっち側に。これかな、これはまあ一見関係なさそうですが、あのガムテープで、これどういう時に使うかっていうと、あの三脚が立たない場所、それこそ車の中とか、まあ、そういう時にガムテープでなんかどっかで固定して撮ったりとか、あとはバミリ、あの出演者の立ち位置とかね、そういうもので使ってます。よくテレビ業界でもね AD の人がつけてるので、まあ、見覚えのある方多いのではないでしょうか。結構ね多いでしょ、もうこんなものを持ち運びながら毎日撮影してるんですよ。あとはね、こっち側にもまだポケットが、ここか、ここにもポケットあるじゃないですか。ちょっとこれをね開けていこうかなと思います。すごいですよねこのバッグ、マジで。ここにまたこうやって PC とかが入るスペースがあります。でこの中に、まあ、MacBook は撮影でねそんなに必要じゃないっちゃそんなに必要じゃないんですけど、あの万が一 SD のデータを確認しないといけない時とかはプレビューで確認するね。どういう時使うかな、あの物撮りの撮影の時とか、あのこれをも、Mac をモニターとして使うことがあったりするんですよ。でそこでこいつ Mac を通して、まあ、確認したり、あと、まあ、万が一 SD のディスクがいっぱいで容量移さないといけない時とかは、まあ、もうこいつを仕方なく出したりしております。ざっとこんな感じですね。まあもう一回再度おさらいすると、これがガンマイクで、こいつがモバイルバッテリーで、こいつが、まあ、カメラである ZV-1 でライト、カラーライト、ここはケーブル類、 MacBook、 ソニー α7-3 用のレンズ、標準レンズで、これが、ワイヤレスマイクで、これが手持ちライトで、これが、ジンバル、あごめんなさい、ジンバル、ちなみに言うと α7-3 でもこれは使えるジンバルになっております。であとは今使ってるカメラと三脚と、あとは置き型のライトですね、がここにあります。ごめんなさい、あとねもう一つ忘れてた、これごめんなさい、紹介し忘れてた、これね Vlog 用のグリップって言ったらいいんですかね。よくこうやってなんか手持ちで撮影してる光景よく見ません？なんかこうやってつけて、なんか撮影してる Vlogger とかさ、よくいるじゃないですか。こういうやつ、こうやって撮影するやつ。そう。これをまあ Vlog の時とかね使ってます。ルームの時はあんま使わないかな。まあでもこれもね結構重宝してる、ね。まあみたいな感じで一通り並べてみました。よいしょ。これね気になるから直してくれちゃう。まあこういった感じで皆さん。僕らはこんな機材を使っておりますので、まあ、気になる方質問してくださっても大丈夫ですし、ぜひこの中からいいものがあったら買ってみてもらいたいなと思います。それではカメラ戻します。はい、ということで一通り機材を紹介しさせていただきました。まあちょっと今ね撮影カメラとかでしちゃってるんであれなんですけど、まあ、こういった感じで普段記憶的散策の撮影は、まあ、
おおよそこのメンバーで撮影をしております。はい、まあ結構僕らはね、安いものは安いし高いものは高いみたいな、なんかそういった感じで今買ってるんで、本当にいいなと思ったものを購入してる感じなので、ぜひお手の届きそうなものがありましたら購入を検討していただけるといいなと思っております。はい、そういう感じで、じゃあ終わりますか。はい、じゃあ終わりましょう。ありがとうございました。